はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、また和歌山に来ております。というのもですね、以前僕の動画の中、和歌山でちょっとチャレンジしたお店でカラーズさんってお店があるんですけど、そちらのね、お店の方からお声掛けをいただきまして、また挑戦しに来ました。3キロと5キロのオムライス、まあどちらもね、制限時間30分っていうチャレンジメニューがあるんですね。で、これ僕3キロ5キロだと思ったんですけど、改めて聞いたらこれお米だけの重量だそうです。なんでソースとか卵を含めると3キロのでも多分5キロぐらい、5キロのやつだったら7キロぐらいあるようなチャレンジメニューなんですけど、今日はお声掛けいただいて紹介できればと思うので、3キロの方をね、いただきながら紹介して食べていこうと思います。それで今日はね、このカラーズさんだけではなくて、大阪の方にココイロさんというお店がありまして、カラーズさんとココイロさん同じ系列のお店なので、明日はね、また大阪の方へ向かってココイロさんで改めてチャレンジもしていきたいと思います。では早速お店の方へ入っていきたいと思います。はい、ということでね、もう早速登場しております。メニューがね、こちらでございます。ココイロさんね、こんな感じでめちゃめちゃ種類豊富なんですけど、その中でもこちらのクリームチーズのフォンデュっていうメニューになります。ちなみにチャレンジなんですけど、一応メニューにあるオムライスとかであれば全部何でも可能みたいなんで、好きなもの頼んでね、皆さんもチャレンジしてみてください。で、一応詳細こんな感じでございます。制限時間が30分で、3キロの場合だと失敗した場合、もともとのオムライスの金額プラス3000円のお支払い、5キロの場合はもともとの金額プラス1万円のお支払い、クリアした場合はこちらの金額の方が無料プラスお食事券5000円分が贈呈という形になります。お願いします。はい、では、はい、スタートしてます。はい、お願いします。はい、じゃあいただきます。いただきます。いや、めちゃめちゃでかいけど、うん、こちらのお店のメニューが中のね、ご飯がいろいろ種類あって、まあ、もうデフォのケチャップライスがあったりとか、今回のメニューはピラフになってます。で、一応ね、いろいろなそのメニューに応じて中身も全然違うので、お好みで皆さん楽しんでください。うん、うまっ。ちょうど3分ぐらいか。で、今半分。断面図こんな感じ。見えるかな。これ量増えちゃうんですけど、せっかくね、楽しんでいきたいんで、追加のデミグラスソースを、上から。これソースのおかげなんかも、まあもちろん量は増えちゃうんですけど、自由にできるところなんで、もしね、足んない場合はチャレンジの際、注文してみてください。卵もちょうどいい半熟加減なんで、めちゃめちゃ美味しいです。
でもルーのちょっと追加分合わせると多分5キロちょっとぐらいだと思います。大食いのね子たちだったらほぼほぼクリアできると思いますんで、3キロのねオムライス挑戦しに来て自信がある方は5キロ、つまりね約総重量7キロぐらいのオムライスを30分で挑んでみてください。ということで明日はね大阪にあるココイロさんでまたチャレンジメニューを行っていきたいと思います。はい、ということでね本日2日目となりまして、こちらココイロさんにお邪魔しました。昨日はね、カラーズさんでオムライスを食べたんですけど、ココイロさんではねパスタのチャレンジメニューをやっておりまして、今回はねパスタの3キロチャレンジに挑戦したいと思います。どのパスタをチャレンジするかまだ決めてないので、ちょっとねメニューを見て選んでいこうと思います。はい、ということでねもうメニューが到着しております。今回頼んだのはサーモンクリームパスタの3キロコースですね。といってももちろんこちらも麺が3キロだけで、ソースとか込み込みで考えるとだいたい4とか5とかあるぐらいの重量となっております。オムライスと条件は一緒となっております。ほいスタート。いやー、うまそう、やばいっすね。なんかオムライスより全然でかく見える。めちゃめちゃ熱い。いいよ。量でいうと約ね15人前ぐらいあるみたいですね。クリーム系の結構濃厚なやつですね。全然サーモンも生臭くなくて食べやすいです。手首取れそう。全然最初の子ってない気がするんだけど。このチャレンジめっちゃ難易度高いと思う。
ぱりホワイトソースでもったりしてるんで、昨日のあのデミグラスのオムライスよりかはちょっとね重ためかな。難易度はだいぶ上がってると思います。ということで一応チャレンジ時間はこんな感じでございます。正直オムライスの方がパスタよりもねちょっとね難易度が低いような感じがします。やっぱりどうしてもあの視覚的にもねなかなかねちょっと減った感覚がないからお腹いっぱいになるの早いかも。まあ、でもね今日いただいたあのそのクリーム系以外にももっとあっさり系とかねスープパスタっぽいようなものとかもいろいろメニューがあるのでぜひ一度チャレンジしてみてください。もちろんあのココエロさんとカラーズさんチャレンジメニュー以外の他にも通常のねメニューたくさんありますんで気になるメニューがあればぜひお越しください。以上ラスカルランでした。じゃあね。